あよつです、大原です。前回血と涙と呪いと根性だけを込めて作ったこの村人たちなんですけども、あの後ちょっと裏で死傷4回ほどゾンビ治療したんですけど、値段が5で変わりませんでした。バンので、とりあえず村人関連は一旦放置しといて、オーソドックスなというかもうシンプルな王道マインクラフトを今日はやろうと思っております。多分だけどそのうちこれまだ仕様かバグかっていうのがまだ分かってない状態なんで、まあ、一旦こうね、あの彼らにはこのハッピーハウスの中でちょっと待機してもらうことになるんですけども、あのご安心ください。あの 1.18 普通のワールドの方であのやってきたら、あの普通に値下げはされてたので、皆さんやるときは秘書政治家のコンボはぜひご活用くださいませといったところで、本日もよろしくお願いいたします。別に泣いちゃいません。よし、ということで経験値だけは無駄に溜まったっていうのと、とりあえず効率強化後の村人が生まれてくれたってだけでもかなりの、まあ、得をしたので、そのことはもう全部スキレスパリ忘れてダイヤを掘りに行きましょう。よし、ということで適当に装備をしたところで地下の方に潜っていきましょう。だいたい100個ぐらいかな、今日の目標は。100取るまでちょっと頑張りたいね、幸運あるし。よし、ということで潜っていきます。だいたいマイナ5、60ぐらいのところまで下がっちゃっていいとは思うんですが、ブランチマイニングしなくても俺いいんじゃねえかと思ってんだよな、正直。なんか洞窟練り歩いてるだけでワンチャン幸運にあるし、100ぐらいいけんじゃねえっていうだいぶ甘い考えをしてる。それとあともう一つ加えるならば、ブランチマイニングをするほど立派なツルハシを持っていないっていう。前回地平道吐きながら作ったこのツルハシ、あの効率強化ついてても耐久がないっていう。バン、普通に使う分にはね、こうやって掘るのではすごい楽なんですけど、ただちょっと坑道を掘るほどには役には立たんかなっていう。だからもう早くさ、こう建築するためにもこう装備を整えなきゃいけないんだけど、どうしたもんかねっていう。多分村人なんかこうわちゃわちゃしてこういろいろ集めるっていう方は多分あんまりしない方がいいなっていうことが分かったんで、まあおとなしく多分エンチャントと経験値を稼げる術なので、もしかしたら近々トラップタワーあたりは作るかもしれないっていう。結局それがなんか手っ取り早い気がする。さあ、ということで深そうなところに出た。現在高さはマイナス36、あとちょっと、まあ、正直この辺からもダイヤラインが見えててもおかしくはないんですけど、せっかくなら金もちょっと集めておくか。そしたらどちらにしろ村人千代は今後やるかもしれないんで、ね、金も集めましょう。新しい地下洞窟は敵に囲まれるってことが多そうなので、盾持ってると安心なんだよ。困ったらあの盾でスケルトンしのいでからどうにか立て直すっていうのが一番強いかもね。危ねえ。これで洞窟が終わりか。やっぱさっきの細いところからだったらワンチャンどっか先続いてたりしないかな。あんまり極力掘りたくねえんだよな。バン、ワンチャン繋がった。そう、おお、意外と続いてるな。あとはダイヤがあれば完璧なんだが、結局露出してるやつを狙うのは難しいか。そんなことはなかった。あった、もう一個か、掘るの。そんな急にブランチマイニングなんかしたらね、お上が許してくれませんよ。これはどうにかズルできんか。なんか先が結構続いてそうなとこ出た。マイナ60ぐらいやってたら多少掘るか。なんか掘り方が確かちょっと変わるんだよな、 1.18 からは。今までのあの行動みたいので掘るっていうのもなんかちょっとずつ掘る方が効率がいいみたいな話は聞いたことあるんで、だとしても急にこの辺にブランチマイニング場作る気にはなんでったよな。いやー、露出だけで掘りたいな。できれば大空洞に出たい。お、ん、あー、これすげえ鉄ある。あ、これ鉱脈だ、多分。あ、やった。鉄が無限になった。でも適当に練り歩いてただけだからな。帰ってこれるかどうかちょっとわかんないけど。今別にでも鉄がそんなに必要とはしてないんだよな。あ、ホッパーとかちょっと無限に作れるようにだけしとくか。マイクラ3日目にして鉱脈を発見。こんなに都合のいいマイクラがあるか。今日の目的、鉄じゃなくてダイヤなんだけどな。こういう横道にそれたことをずっとやってると、本音が進まないから。代表だけ覚えとこう。去年こう鉱脈見つけた時になんか鉱脈中心に街作りたいなと思ってたから、ここになんか地下拠点構えるってのもなんかちょっと良さそうだな。原石だ、鉱脈確定。
いや、これは初っ端ながらこれは縁起がいいぞ。このワールド本当に神説あるの。前のさ、ネザーも地獄かなーとか思ってたけど、なんかなんだかんだいろいろ近くにあったもんね。やばい、めちゃくちゃ恵まれてるワールド引いたかも。本題からずれる前に、タイムリータイヤ捜索に戻った方がよかったな。よし、見つけた。ただやっぱ、露出は少ねえな。まあ、一応デンクはないなって感じではある。まあ、運ゲー、まあでも、でかい洞窟とか見つけられてたら多分こっちの方が早いんだろうなって気がする。地味に危なかったな。で、こっち鉱脈のとこだから、この辺から掘るのが正解なのかな。だいたい一応適正の高さが55だったかな。そのぐらいだったんですけど、やっぱね、こう、もっと他に効率がいい場所があるんじゃないかっていう、そういう考察もしたくなるのも、マインクラフトの楽しみの一環でもありますので。個人的にはね、あのグラフを 100% 信じるんだったら、あの溶岩とか全無視できる前提で、俺はマイナスもう60とかもう岩盤近く掘る方がいいと思ってるんだけど、どうなんだろうねっていう、これに関しては。この光棒がたまにダイヤに見えるんだよ。トラメスロー。みっけー。ただやっぱりおおびっくりびっくり死んだかと思った。おいやー、まあ古橋の商品を抑えんならこう走るとかの方がいいのかな。逆になんかこう修繕がもう手に入ってるとか、もう予備の鶴橋無限にありますとか、そういう人はもう普通にブランチマイニングでいいのかな。まあ、あとは根気よくやれる人だね。ブランチマイニングなんだかんだ時間はかかるんで、それさえクリアできるんであれば、全然ブランチマイニングの方が安全ではあるから。洞窟練り歩きは、こう、ちゃんと、まあ、縦ぐらい持っとかないと、ね、ちょっとしんどいか。お、これは、あー、スパイダーだ。雲のコブラは実は、あ、でも若干のポーションもいらねえんだ。そうだった。なんかしんみりしまったな、今。すげえ今なんか悲しかったわ。いやでも、糸はなんだかんだあれ掴んでね。足場とか。なんだびっくりしたもん、今。なんかちょっと今、寂しい空気流れたけども。そうだよ。別にな。村人千代だけは全てじゃないんで、マインクラフトって。むしろ最初は俺それやってなかったんで。マイクラ始めたての頃とか俺何してたかな、もう。多分、無限土の城とか作ってたけど。本当になんかこういう動画を意識したマインクラフトっていうのはね、実はそんなに俺やってなかったというか、なんて言うんでしょうね。例えば見栄えのいいものを作るだとか、こういう便利情報をなんか垂れ流すみたいなことって、本当にここ1、2年で始めたことなので、やっぱこういうのやるときって常にやっぱ勉強しなきゃダメだなっていう、アップデートを重ねていくとやっぱね、前の情報ってやっぱ使えなくなるんですよ。一応情報追っててはいても、予想外なことが来てやっぱめちゃくちゃ焦るわけ。前回のね、村人千代が、あれこれもしかして1.18で修正されたのかなみたいな。俺見逃しかみたいな。だからまあ常にやっぱ情報は追ってるんですけど、間違える時もあるし、まあ混乱する時もあるのさっていう感じてしまった。一回寝るか。現在17個。100目標なんであと83個必要なわけですが、絶対にツルハシがもげそうなので、新しいやつを作りましょう。で、前回作ったこのエンチャント錠を使わせてもらって、耐久さんはもうね、確か見えてんのよ。だから耐久さん以外で効率強化がついたらいいなぐらい。で、ワンチャンシルクたちか、こう。はっ。よし。シルクたちが見えたらもうしょうがない。迷いはないさ。おいしょー。あーでも一個だけか。これ耐久性多分実は結構バカだったんじゃないかな。やっちまったかもしんねえ。バン。なんか絡まってる気もしますが、振るって掘っていきましょう。まだ始まったばっかりです。はい、前回か初めてダイヤを潜りに来たデカ洞窟の方にやってまいりました。こっちだったら期待してんじゃない。どちらにしろ耐久を捨ててしまったことによってシルクタッチで50ぐらい集めればさ、上振れてくれんじゃねえかと思うんだけどさ、正直これに関しても上振れてくれっていう願望が8割ぐらい入ってるからね、ちょっと怪しいんだよな。今年からこう僕の動画を見てくれてありがたい方のために、普段どういうことをしてるかって一応説明しなきゃいけないなと思ったんで、
今させていただくんですけども、一応普段は建築動画を上げてるんですよ。私今のところただのサバイバル動画なんですけども、これから一応街を作る予定でして、そのための準備期間という体で今集めさせていただいてるんですよ。本当は建築よくするんですよ信用ならねえな今のこの今年上がった動画、今のところ大体全部苦戦してる、大体うまくいってない。一応まあこれから作る街のコンセプトだけちょっと今のところ話しておくと、正直迷ってます。穴がこう見えてるんですけども、その穴と山っていうこの2つを組み合わせて、洋風だとまあなんか分かりやすいのはメイドインアビスっていう作品があったりするんで、ああいう穴の周りにこう街が形成されていくっていうのは面白かったんですけど、ちょっと思ったのが、例えばこういうデコボコしたところに和風建築を作るって多分なかなかないんじゃないかなと思って、なんかそれちょっと挑戦してみても面白そうだなーっていうのを今思ってます。地下から地下からそんなこと言ってもちょっとあんまり響きやせんわな。今月中には建築に取り掛かれるように頑張ります。早く集めます。お、見て、俺はあとこれを49回繰り返すのか。そうかおかしいな、昨日今日でそういう土地狂ったことはやめようって思ってたんだけど、どうやら元日の魔法なのか、1日2日だとどうやら俺の記憶が消えるみたいで、またハードなことしてますね今ふと冷静に帰っちまった。おかしいな、まだ三が日というか1月2日なんですけどね。ただ昨日との違いは今撮ってるのが夕方ということ、日は超えないはず、てか超えないでくれっていう祈りを捧げると俺今から。でもマインクラフトやってる時あんまり祈りってワード出ないんだけどね、ガチャ引いてるわけでもないんだしっていうなんかここめちゃくちゃ生成されてたんだ、多分10個ぐらい取ったぜ。もうダイヤの位置が深くなったせいでさ、上のダイヤっていうのあれもうほとんど見なくなったよ。これからねマイクラ始める人っていうのは、あの普通の石に包まれたダイヤ鉱石なんてあんまり見ないんじゃないかな。でも多分まだ生成不正されているので見ようとも見れると思うんですけど、ただ今は相当珍しいんじゃないっていう。さあ現在約1時間ほどが経過しようとして、鉱石の数が29個と、まだ100には多分遠く及ばんのでもう少し掘らなきゃいけないんですが、多分50個集めたとって多分幸運にじゃ100にはならんのよなっていう。60? そんなに期待値高めじゃないと思うんだよなーっていう、3で倍ぐらいだと思うから。2.25 ぐらいだったかな、確か。だから、持ち、そうだな。1.75 ぐらいで考えとくか。なんかちゃんと計算あるんだけど、ごめん、全部忘れた。バンもう何も覚えてない。あれは、ハンモした洞窟が、ラッシュケーブが見つけてしまった。まあ、なんか欲しいもんがあるわけではないが、一応、グローベリーとかは装飾でとても使うやつにはなりますので、今のうちに回収しとくっていうのは大いにあり。取っておきましょう。なおさら死ねなくなった。一応、コケブロックだけあったんで、まあ、いつか取り行こうぐらいだったんですけどね。いやー、なんか、このワールドでは初めてだ。お初お目にかかります。食用が尽きたので一回帰りましょう。ただそれはまあ無言で掘ったわけなんですけど、現在38個と1ダイヤですね。この1ダイヤに関しては廃鉱のチェストで見つけました。いやーにしてもまあ高2で終わったらさ100個ぐらいになってほしいんだけど、絶対この数はならないんだよなっていう、もうちょい頑張らなきゃいかんなっていうことで、それか50個集めた後に主将ガチャをするっていう。おかしいな、なんかやることなすことがなんか絡まってる気しかしない最近。ちょっと一回落ち着いた方がいいかもしんねえな。あ、そういえばの話にはなってしまうんですけども、僕ってもともと映画見るのが結構趣味だったというか、大学生だった頃ってろくなサークルにも入っておらず、こう授業もこうボケーっと取ってたわけで、まあ基本的に暇してたんですよ。で、大体その空いた時間はゲームするか、映画見に行くかみたいな。で、サウナ行くかとか、そんな生活ばっか送ってて。学生時代の時はこう、映画をめちゃくちゃ見てたんですけど、最近よく考えたら映画見に行ってねえなってこと気づきまして、
一応今度呪術廻戦が映画化したんで、そちらの方をね、オンリちゃんもドンさんも絶賛だったんで、ちょっと見に行こうかなと考えてるんですけど、いや気のせいかわかんないけど、なんかあんまり映画って最近作られてなくないっていう、映画の制作下手説っていう、どうだろう、まあ、映画から離れちゃったから、なんかこう広告とかあんまり見る機会がなくなっちゃったから、なんかこうなってるのかもしれないけど、なんかこうね、最近呪術廻戦あとはみたいな、もうめちゃくちゃなんか疎くなっちゃってさ、おすすめのやつあればまあ教えてほしいっていうぐらいだと思うんですけど、俺は、うん、なんかポケモンもさやんなかったじゃん去年、なんかもしかして最近ってあんまりみんな映画館行かなくなっちゃったのかなっていう、もちろんねウイルス的なそういうのもあって行けなくなったっていうのもあるだろうけど、ちょっと新しい趣味なんか作りたいなと思って、やっぱりなんかこうインドアな生活を送ってるとですね、インプットが結構減ってくるんですよ。一応なんかこうね、いろんなもん見たりだとかそういうのでまあインプット増やすっていうのをやるんですけど、こういうなんか基本的に口を動かす仕事ってやっぱアウトプットの際にやっぱインプットも同時にしなきゃいけないっていう、まあなんかルールじゃないけどさまあインプット多い方がやっぱ喋るネタ増えるんですよ。ちょっと近々ね、なんかそういうインプット会みたいなことやろうかなって考えてるんで、ちょっともしこれいいぞみたいな、もう漫画でもアニメでもゲームでも何でもいい、あでもゲームは俺死ぬほどやってんな、まあゲームでもいい、なんかこれやっといた方が人生そんな深くなくてもいいわもう何でもいいから、ちょっとなんかおすすめ教えてくださいっていう、あの雑なお願いです。最近ね、一応サウナもなんか映画もやっぱさ、こう人が集まるからなかなかやっぱやりづらいんですよ。一人でできる趣味欲しいなと思って、ちょっとなんかあれば教えてくださいっていう、はい、ちょっとお待ちしております。こういうダイヤホリーだけやってると今頭がおかしくなりそうです。バン。もう2時間近くは地下潜ってるよ。絶対に100もいらんか。うわー、アップね。あー、ちょっとヒヤッとして今。バン。ちょっと死ぬかと思った。あー、心折れて途中からブランチマイニングしてたんですけど。ブランチマイニングも出なかったっていう一番悲しい結果だった。最初ワンちゃんブランチマイニングありかって思った矢先出なかったっていう、はい、あの一番残念なパターンでした、ま、ただ残念だったが個数はそれなりに集まりました。26個でしょ。あっちのやつと合わせれば多分60個ぐらいは行く予定なので、一回これでちょっと帰りましょう。これで幸運で、幸運さんにして叩き割るか、ワンチャン秘書ガチャをする、ちょっと村人が余っていればって感じでがあるか、これで100届かなかったらちょっと心折れるかもしんない。いや、100あったらどうしようか。いや、もっといっちゃえば多めに見積もっても50やれば絶対足りるんですよね。100もいらんかった、マジでやってしまった。あ、ちょうどワンスタック。いやー、怪しいなこれちょうど倍になるから、倍だったらめちゃくちゃいいんだけど、16個でしょ、84個になればいいから、倍だったらだって128だもの。一回半分砕いてみるか、てか一回ちょっと並べてみよう、これを。よし、はい、ということで62個です。あ、64個です、64個目指す数は86個かな。32個掘った段階でワンスタックあったら大体ハッピー。もうそれだけで、お、勝ったかなっていう。大体この辺。こっから、こっち側まで掘って、とりあえず64個目指そう。それでダメだったら、幸運3を作る。いきます。まず1列。これで、4つから、あ、9個9個9個。いいよ。増えてる増えてる増えてる。期待値ガチャ。さあどうだ。4つが、あれ ?8。4が8だから増えてる増えてる増えてる。あれ今日上振れてる。もしかして。21。ま、12が21だから、トータルまあ負けてはいる。これで30に超えてればいいんだよな。ここは不可思議に。さあどうなる ?27。う、まあ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 。まだ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 わからん。はい。これでどうだ ?34。20が34だから、6個マイナス、6個マイナス。上振れてくれ。頼む。増えろ。増えたんじゃないか ?40。40。
24が40、マイナス8、マイナス8。頼むて。もう俺惚れたくねえよ。あんな開始の生活みたいなこともしたくねえんだよ。49。倍にはなってる、倍にはなってる。でも、これで、ここ壊して60はまあ絶対無理だけど、100はでもいけんじゃない？目指せんじゃない？これちょっと。さて壊すか。はい、はい、はい、はい。で、58。まあ、マイナス6だね。ただ、マイナス6ではあるが、これとこれ合わせたら、もう70個は出てる。あれ？つまり価値格か？価値格だな。よかったー。また掘り行かなくて本当に終わった。あとはもう、だいたい、まあ、ここだけで100いっても別にいい話なんでね。はい。でもなんて100いきそうだな。あー、よかったー。あー、無駄に高い目標を作って超えなかった時も本当に一番怖いからさ。よし。これでとりあえずあと8つで100個なんで確定ですね。あー、100超えました。ありがとうございます。約倍です。まあマイナス3ではあるが、まあぶっちゃけもうここまで出れば十分だろうっていう。だからチェストとかでやっちゃえばもうこうよっていう、よくあるやつだねこれ。なんだったらトータルで見ると、2スタックと13個だ。128の13で141個か。だいぶいいんじゃない？こんなに使うかって言われたらだいぶ疑問ではあるけど、ただ141個もあれば縛るか多分安泰だぞ。マジでよかった。あー、よかった。恐ろしかった。こんな企画もう二度とやらん。もうちょい安定してからやろう。最初にやる企画じゃなかった。よし、あとはこのダイヤを使って、よいしょ、よいしょ、あー、どっこいしょからの、えい、ツールも作ってしまう。もう全ツール行こう。よいしょー。いやー、これはでもいいんじゃない？もうなんだったらクワも作っちゃう。100もあや、もうそら行くさ。なんだったらまだ100個余ってる。そんなに余るか。はい、この2つは別になくても多分大丈夫でした。なんだったら鶴橋も新調できるな。よーし。はい、皆さん、こちらをご覧ください。ようやくダイヤ装備です。前回だいたい3年前とかそんぐらいの前からだったらもうイエーイ最強装備とか言ってたんですけども、まあ現代マインクラフトにはもう残念ながら、ネザーライトっていう上位互換が存在しますので、近日ちょっと掘りで行こうっていうのと、まずはそろそろ建築したいなっていうのがちょっと強いので、とりあえず仮拠点を次回作ろうと思います。もういい、もう作業系は疲れた。3話連続しかも結構長い作業してるのよっていう、ようやくこの建築殿に恥じないような建物一つ作ろうと思いますので、ぜひとも次回も皆さんお楽しみにお待ちくださいませ。最後にエンチャント1回だけするか。覗くだけ覗いとこう。全部多分大したことないな。まあ、耐久力だから箸だけにでもつけておこう。よいしょ、そこそこ OK。 まあ、これをとりあえずベースにしてまた次回から頑張っていこうと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。次回建築です。建築家でございます。ということです。それでは。